小松バイパスは、石川県のみし第長野から道県をかがし、箱宮町に至る国道8号のバイパス道路。全線が完全立体交差で、現在は暫定に車線の対面通行となっている。全線開通後、正面衝突事故や追突事故が相次いだため、センターポールの設置、非常駐車帯の整備、合流車線の延長などの緊急対策工事が行われた。 なお旧道は国道305号へと路線変更。仙台のみインターチェンジ大長野インターチェンジ方面入り口を北持石川県小松敷場町付近、福井バイパス原道、小松バイパス金沢西バイパス、金沢バイパス、国道8号小松バイパスの4車線区間を延伸します。国土交通省北陸地方整備局金沢河川、国道事務所、 2020年10月23日閲覧。道路事業の開通見通しについてお知らせします。国土交通省北陸地方整備局道路部。2021年4月27日閲覧。国道8号小松バイパスの4車線区間を延伸します。国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所。千二十一年四月十七日閲覧。 ありがとうございます。